かないと思う。抜いてました、お金。誰がやっとんだお金なんか。この辺は僕飯しかねえよ。心配しな、あとは任せろ。おざっす、おざっす、おざっす、おざっす。まあ今回ですけどね、まあちょっと面白い企画を持ってきまして、多分これバズる。前回リュウジ君と社長で僕にドッキリ仕掛けてきたじゃないですか。インスタグラマーもなんか3人目めっちゃ可愛いやつ。今師匠とちょっと喋っとってさ、あの辞めるって言っとんだよね。あれ師匠あれ会社で。はどうすって連絡してくれやいいじゃないですか。なんで連絡もしてくれないんですか。そうですよね、まあでも師匠帰っちゃったよね。ちょ帰るって言ってだから今回はちょっと罰を与えような。まあ、社長に、ドッキリを、まあ、騙していきたいんで、まあ、社長騙すって言ったらおるじゃないですか、モンスターが一人。だからおるってこと？そうそうそう。よくお分かりです。だからおるってこと？みんな目が低下だったよね。どういうことみたいな。そう、だから今日、社長騙すから、別に何があってもいいように。モンスター、登場お願いします。僕らじゃないからね、君だからね。で、いずれ、お願いします。では今回 の、 あの企画説明なんですけど、だから今回はちょっと社長をちょっと僕騙そうかなと思って、そういう同じようなドッキリ仕掛けようかなと思って。同じようなドッキリで建設業界結構なんかあるじゃないですか、仕事をもらうからその代わりこんだけお金あげますよとかってバックって結構あるじゃないですか、でそれを僕らは豊君からお金をもらってますみたいな。ああ人入れて、そうですね、お金もらってますってことを多分僕らが言ったらおかしいじゃないですか。今回はね、ちょっと簡単に言ってもらおうかな、で、僕らからだったら絶対バレるし、バレるしね、絶対。で、おかしいじゃん、話が合わんじゃん。僕がっすか。そう、絶対ヤバいっすって、マジでなんだよ。ちょっとヤバくないっすって、ほんとに全然ヤバくないっすね。特にお金の話だね。じゃあ、だって簡単、マジで簡単、簡単、簡単、左見て任しよ。大丈夫だろ大丈夫だろ、まあ、大丈夫だろ。お前が社長に電話して、ミッチー君とリュウジ君がリタ君からお金もらってますと、まあ、応援でベトナム人をちょっと安く使って、その分バックでもらってますよ、あの二人、まあ、ちらっとその話を聞いたんですよっていうので社長に電話して、どういうまあ反応するか。多分あの人のことなんで、別にマジでありがとう、多分俺らに電話かかってくると思う。そうだ、普通に。そっからもうその社長をまあ騙していくみたいな。最初のチンコロさえ、そう、最初のチンコロだけに、とりあえずお前は最初のチンコロして、で、あとはもうちょっと流れに身を任せて、流れに身を任せて、まあ今日モンスターもちょっといつもみたいにビキビキしんでいいでね。とりあえずチンコロ入れろよ。じゃあいいって一回電話して、電話して、電話して、僕いらなくない。じゃあいいって一回電話して、そのビビらんでいいって。そうだ、そのために言うたら今日どうだよお前。大丈夫です、心配すんな、心配すな、あとは任せろ。あとはちょっと携帯貸して。あれ電気消えた。じゃあですね、イケメンさんにちょっと電話してもらいましょうかね。本当に電話するんですか。じゃあいいって、じゃあ電話して。関係なくないですか。じゃあ俺らだろ、バレるで絶対に。じゃあお前が電話して。じゃあいいじゃん、じゃあ電話して、別にそれいいやけど、そのいやバッグもらってますよ。じゃあいいって、かけろって。関係ないじゃない。関係なくないね。お前が追って初めてミッション成功だから。そうだ、じゃあもうちょっと待って。じゃあ電話して。じゃあいいって、じゃあいいって。ちょっと待って、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 ちょっと待って。あ、お疲れです。あれ今事務所ですか。どうした。あのちょっと今大事な話していいですか。あ、今一人ですか。うん、事務所だよ。ああ今から来る。いや違います。ん、違います。行きません。お前またやめるとか言い出すんじゃねえかな。違うっす、そういうのじゃなくて、ね、聞いた話なんですけど、うん、ミッチー君とリュウジ君が、うん、豊君からお金もらっとるらしいんですけど。じゃあ僕らが今チェックマートルじゃねえか。いや、現金もらってるらしいです。現金。はい。どういうこと、裏金ってこと。あ、そうっす、裏金です。裏金？はい。
んでお前知ってんの？いや、たまたま詰め所に2人がいたときに。うん。外から。誰？ミッチー君とリュウジ君です。キャバクラ行ったの釣りとかじゃねえの？そういうの。戦い取ったとかじゃないの、あいつらは。いや、そういうのじゃないと思うんです。なんでお前自分で直接聞いたんか、あいつらに。裏金もらったんですかって。いや、聞いてないです。そんなお前聞かなかったんや、そんな。じゃあ、俺に言う前に。そんなお前、わけわからんこと言ってよ、お前。俺、あいつらに。お前、どうすんの、お前。なんでわかるの？たまたま聞いて。たまたま？はい。で、あいつらがお前に言ってきたの？いや、僕は外にいて、その、外が、声が聞こえた。どこにも詰めしようか、今。事務所？取材場に、ほんと、今。あ、そうです。お前もドバです。近くのなんちゃう？いや、近くにはいないです。あ、ほんで、隠れて電話しとんか。そうっす、そうっす。マジで言っとる、お前。マジです。マジです。はい。お前から自分から何裏金もらっとんすかって聞いたの？聞いてないの？聞いてません、まだ。はい。まあいいわ、また一回電話するわ。あ、わかりました。ちょっと待って、あいつら黙っててくれ。はい、了解です。何も言ってもらったら言っても怒らん。かかってくる、絶対に。かかってくると、どっちにかかってくる。いや、いやでも俺はお前だと思うよ。え？ちょっと誰が大丈夫？お金何が女っすか？やっぱかっちゃんから電話がかかってきてる。はい、かっちゃんから電話かける。ゆだくん、いやいや、ちょっと待って。あ、そう、ゆだくん名前出しちゃう。そっちに来たか。そういうことだ。そっちに来たか。ちょっと待って、俺らこっちに来る手だと思ってた。普通にこっちに来る手だと思ってた。お、またかかる。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。え、レイム、一応出た方がいい。レイム、一応出てる。とりあえず電話くん。いや、レイム、はい、いいですか？どうした？お疲れ。いいっす。いい、今。いいよ。何？何、あれ、今ベトナムシーン入っとるだろう。うん、入ってる今。来てるよ。あれ、いくらでやっとるの？単価。12000円ぐらいだったかな、確か。あ？12000円ぐらいじゃない、多分。何、行ってなかったの、まれ。何、そんな安いの？儲からんのか？いや、まあ、まあ、そうだね。ちょっと暇だでさ、まあそういう仕事しかなかったで、まあ暇って言ってきたで、まあそれぐらいだったら、まあ使ってやれるなと思って。あ、何、1万2000円の上でやったの？そうなんで？まあ別に何でもないんだけど、何いくらだったかなと思って。ああ、そういうこと。あ、豊か、何あれ、最近行ってないの？座ってる？まあたまにね、うん、ちょこっとかな。うん、なんで？リュウジ、リュウジもまあちょこちょこたまにまあ飲み行ったり飯行ったりするぐらいじゃない。あ、ありがとう、ありがとう。なになに、なに、なんで？いや、ちょっと、別にいいんだけど、なんか忙しいのかなと思って。ああ、そういうこと。うん、まあまあそれなりって感じ。オッケーオッケー、ありがとう。はい、わかった。なんも言わんや、なんも言わんや。それがやだ。なんか考えとんのかな。まあそうさ、ね、なんかやり方があるんじゃない。やっぱその一発目にゆだくんがびっくりした。意外だったわ、逆に、ね、そっちに来たか。俺しかも LINE 電話。そっちに来た。全然わけよ、びっくりした。下手したら向かってきたな、こっちに。いや、もうクソつまらん企画だったでいいじゃん。ちょ普通に腹減った。じゃあ多分向かってきとるっすか。じゃあもしこっち向かってきとったらもうやばい。もういいじゃん、もういいじゃん。こっちからもアクション起こそうぜ。じゃあもうアクション起こそう。そうしよう、もう。あ、いや、じゃあもうお腹すいたもん。でも多分電話かかってこいんで、
電話しろってもうお前が知らない。プラン B で行きましょうか。プラン B。プラン B で。プラン B。いや、じゃあでも僕が電話したっておかしいじゃないですか。じゃあそこはやっぱリュウジ君から電話して。俺、うん、俺はただ電話しんで絶対に。じゃあなんだよ、おかしいですよ。電話しんで意味がわからない。じゃあ俺は電話しんで。じゃあ電話。いや、いい。じゃあ電話して。いい、しよしよし。じゃあ僕じゃまずいっす。大丈夫。お手本見せてください。なあ。じゃあお手本で。いい、じゃあして。あの、YouTuber ですからね。俺もまんま結構怒らせる手で言ってみたけど、ダメだったね。で、そこは YouTuber として、ね、盛り上げ役にならんと。お手本を。電話して。はい。電話しろって。電話しろって。な。なんて僕っすか、もうちょっとアッソーさんともうこっちも時間経っとるもんね。カンタから僕が聞きましたって、そう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 、謝ってきたと。あ、まあカンタから聞いてますか、うん、みたいな、うん、で謝ってきたもんで、うん、っていうことでまあそうそうそう、ぶっちゃけたら切れるでしょ。じゃあいきますよ、ちょっと静かにしていきます。いや、ね、っていうか、もしもし、もしもし、お疲れです、うん、あれ、事務所ですか。うん、あれ、あの、なんかカンタから話とか聞いてます。もしもし、カンタから話って聞いてます。いや、聞いてない。なんで。いや、カンタ、なんか、何。いや、カンタがいきなり謝ってきて、裏金のこと言っちゃいました。何お前やっちゃった。まあ、ユダくんのところにそのベトナム人入れて、うん、あ、そうっすね、その、ま、抜いてました、お金。うん、お金抜いてました。リュウジ君もっす。なんでカンタが言いに来たのか。カンタはそうっす。どこなんだ今。今ドバです。ん、今ドバです。ちょっと事務所来いよ、カンタ。カンタ、ちょっと来いよ、カンタ。3人来い。いや、今ちょっとまだ段取りがまだ残ってて、積み込みが。段取りでもいいよ。いや、ちょっと段取りは これないですかね、こっちに、ドバに。ドバに、俺が。はい。お前、舐めとんか、お前。お前、誰も言っとんな、お前。お前、やってることない、やってるか分かっとんか、お前。おい。すいません。誰も言っとんな、お前、分かるか。すいません。ちょっと伊沢君も行って、うん、もしもし、こっち向かっとんか。いや、あ、そうっす、向かっとるよ。はい。リュウジはもう、一緒にいます。カンタ一緒にいます。はい、来い。はい、わかりました。やばっ。あ、もういかないか、もうこれいかない。ケースね、これ一人のお使いみたいな感じで。やばね。会社に着いたんですけど、ちょっと急遽移動中にプラン C になっちゃって、で B で行こうかなと思ったんだけど、さすがにカメラ持ってけんじゃん。持ってけんね。怒っとるだろ。だって携帯のカメラで俺が撮っとくで、でリュウジここ胸ポケットに出て、そしたら意外にさ、そう、ちょうどいいけど、携帯はスピーカーで繋げておくもんで、俺がね、ユダフ君に、携帯スピーカーで繋げておくもんで、そしたら分かるじゃないですか。で、ちょっとスタンバっといてもらって、ちょっと、マジでやばかったら、ちょ
ネタバラシしましょう。これでも俺やっぱそれでいかんとかあるやん。そのいやいや、それはそれです。それそこまで来たら、あ、じゃあ僕あの咳払いするっすわ。咳払い。どうしようか。咳払いしたら来てください。オッケー。オッケーですか。行きましょうか。関東から聞いたと思うんですけど、うん、その飯田君どうですか。今ベテラン人入れてるんですけど、うん、4人ぐらい、うん、でもそれちょっと1万2000円使ってもらって、うん、でもちょっと残りの金、まあ、1万2000円じゃないんで単価は出とるのが、うん、残りの金を、まあ、もらってました。誰が。ゴーストリージュ。お前もか。はい。ん？なんでよ。いつかもらったの。1ヶ月前。前に聞いたんやて。1ヶ月前ぐらいですかね、ちょうど。ん？お前は。もう1ヶ月前ぐらい。なに、言うたか、なに、持ち出しなんか言うたか。なんでお前いきなり言ったか、お前。そんな話は。舐めとんの？舐めてないです。ダメとんかいってる。どうする。どうすんねんって。じゃあちょっともうこっちに実家に来てもらう。帰るわ。どうすんだお前。いや、お前こんなもんお前俺クミスしかねえけ。前から言ってんだろ。もうみんな何人もこんなことやる。首なんかピッ。はい。知っとるだろ。見とって。あ？はい。何人だ。まあ、怒っとんな。そうっす。あ、そうっす。そりゃ怒るわ。それ怒るわ。そりゃ怒るわ。どうしたんだった？どっちがいいでしょ？いいし。前か。言いたくんからです。ゆうたくん全部俺が俺のただの悪者になったよ。どっちか行ったんだ。リュウジ君です。リュウジ。はい。お前が言い出したんか。いや、僕じゃないって。お前なんかいつもお前そういうことお前一番嫌がるわ。何のことしたのお前。いや、寺道から言ったっす。あ、いや、リュウジ君からっす。どういうことお前、何なすりつけやっとんのお前。どうも。お疲れ。どうも。うっす。うっす。めっちゃ怒ってるじゃん。怒ってないよ。怒ってない。大変でした。何を？お前やっとんの話？何の話じゃないって聞いてきとんだろ。何が？裏金の話。聞いてきとんだろ。裏金の話。あ、持ってきて。お疲れ様です。だってこれ。何が？くだらんな。何言ってるの？裏金を今。裏金。裏金。裏にして、ちょっと前裏がね、ちょっと、もう表側に裏がりじゃなかったっすね。表側に
すみません。今月ありがとう。終わっちゃうか、お前。今月ありがとう。ありがとうございます。あ、いります。裏金、裏金です。こんな時間まで何やっとんの。おい、いやいやいや、いやちょっとこうインスタよろしくお願いします。バカやんけ。カラメルクズとも、さっきなんつった、さっきなんつった、どういうオチなの、さっきなんつった、ドアまで来てもらっていいですかって言ったら、誰も言っとんな、お前は。やろ、出ない。さっきドアまで来てもらっていいよ。うわ、ほんとだろ。じゃあでも違う、違うんですよ、ユダ君が言ったっすかね。お前そこでなすりつけてくるんだったら、ドアよね、ドアよね。やってるの、何やってるの分かったんか、お前。ビジゲットって乗らないしまじゃ焦ったもん。内心やべえと。どうしようかなんだ、もう首切るしかないな。お前二人首切ったらええよったな。仕事もあらんない。仕事のことよく YouTube が先だよ。YouTube どうしようかな、寺橋君も今年出てるから。どうしようかな、俺一人でセミナーしかない。週4本だよ、週1回だよ。しかもドッキリしてくれるやつも、するやつもおらんし、潰すやつも、潰されるやつもおらんし。しょうがん、なんだお前、もうくだらんな。こいつも仲間ってことじゃん。仲間ですよ。言い出しっぺこいつなんで。あれで分かったっすか？あ？あれで分かったっすか？あ、確かにそれそう思って。あれで分かったっすか？バレたと思ったっすか？そう、バレたと思った。いやいや、電波っとるなって思って、今で。いや、僕は外にいて、その、外が、声が、聞こえた。行きません。裏金ってこと？裏金です。裏金？はい。どうですか今日は？まあこれで閉めてもいいですか？閉まっとるでも。閉めてもいいですか？もうやることあるのかね。くだらん動画を。はい。俺のインスタ見てね。あのセミナー動画一生懸命やってますんで。じゃね、終わりましょう。バイバーイ。はい。見てねー。適当です、適当です。また見てね。また見てね。お前次、嘘でもクビだよ。不正でだよ。それはやれって、冗談でも不正でも冗談でも、それも全部不正だよ。それは、ラガレって、お前は全員次クビだよ。もう権力振りかざしだよ。権力じゃねえや。秩序じゃ。